どうも、エルザです。それでは、ペーパーマリオ折り紙キングやっていきたいと思います。さあ、今回はサウンドディスクを見つけるということなんで、4枚見つけに行きたいなと思います。おお、踊らせーろ。ははは。いや、勝手に踊ってくれてればいいんだけど、そういうわけにはいかないみたいだね。さあ、並べろ。いや、違う。合ってたんだ。合ってたか。そしたら、とりあえずアイアンブーツ。で、ちょっと邪魔なこっちも対処しておこう。数が多いのはね、なかなか大変なんで。ハンマーにしては、ま、キラーハンマーで。26だと削れる。お、ナイスー。キノピオさんやるじゃない。じゃあ、このまま下行きましょうかね。なるほど。いや、押さなくてはいいんだけど。神経衰弱みたいなもんか。ぶつかってたね。とりあえず、ハートは、あ、これないやつもあるのか。一人の力ではびくともしない。お、そういうこと？ああ、そういうことではない。となると、お、そのままでいいの。ボルテージマックス。高速で駆け抜けろ。さあ、調べる。見たまえ、床に何かを引きずった跡のようなものがあるな。そうだね。じゃ、先生、ここ。掘れない。引きずったような。あー、なるほど。はいはい。よし。オッケー。さあ、ハテナブロックはすべて回収。あったねー。どうせ取った後ね。おお。お？あ、すげえ、ここに繋がんのか。てっきり落とし穴に落ちてっていう感じかと思ってた。いてあーどうやろ。よし、そっちがその手なら取るだけだ。さあ、スリリングナイト、スリル満点な一夜を。
よし。じゃあ戻ろう。でも一人で押せないって書いてあったけど、ね、どうやって押すんだろうね。やっぱそうだよね。まあまあいいか。ヘイ DJ 持ってきたぜ。さあセーブだけしといて。さあサウンドディス。さあね、右から順にやっていこうかな。全部聞いてみたいし。この曲ならいけるかも。早速プレイしてみましょう。違うだろうな。うるせえ狙いすぎてムズムズするんだよ。聞いてて恥ずかしいぜ。ですよね。あ、この曲はダメでしたか。他のディスクを探してきて、あと3枚あるはずです。はいはい。まだあるよ。じゃ、沈めの音の深海へと。ディープビ、ディープ、めっちゃ噛むな。ディープバイブス。はい。バイブスですね。この曲なりいけるかも。早速プレイしてみましょう。うん、上がらんと思う。こういうの好きなやつもいるんだろうけどさ、俺っちが欲しいのは違うんだよ。あ、この曲ではダメでしたか。はいはい、あと2枚あるよ。さあ、高速で駆け抜けろ。多分こっちが正解な気がするんだよね。この曲ならいけるかも。早速プレイしてみましょう。あー、トランスね。あ、やっぱ違うんだね。あー、違う。早すぎる。俺っちはもうこういうの卒業したの。そうか、イニシャル D っぽかったんだけどな。さあ、ラスト。やっぱ4枚目だよね。この曲ならいけるかも。早速プレイしてみましょう。お？ノリノリー。やべ、超ノリノリじゃん。なんか曲的にペルソナ思い出すね。欲しかったのはこのノリだぜ。ナイスギギチー。あれ？ちょっと待ってよ。あー、こんだけノリの曲なのにフロアに誰もいねえじゃん。なんでこんな冷え切ってんの？意味わかんねえ。フロアが超満員でアゲアゲにならないと俺っち踊る気になれねえぜ。とりあえず曲には満足してもらいました。あとはフロアを超満員ですが、どうしよう。そうだ、顔なしキノピオたちにフロアで踊ってもらいましょう。このディスクをセットしたポータブルプレイヤーがあれば、顔なしたちは引き寄せられます。40人ぐらいいますよって。おー、しかもさ、パッて見てると、乗ってるんだよね。いいね。そういうの嫌いじゃない。もうついてくるんだ。ラジカセね。 CD カセットと言ってもいいけど、懐かしいな。おー、テレサくん。さあ、この辺りはいない。あと6体だね。6体とは34体だね。さあ、ゲット。ほらほら、みんな集まって。でも地下のやつどうやって集めるかだよね。蜘蛛の糸のね。あ、いたいた。
心なしかテレサもノリノリな気がする。ほら、行くよー。さあさあさあ、まあでもペルソナもさ、5の話だけど、こういうマップあったよね、ピラミッドのね。さああと29。いけないんだよね、みんな踊ってるけどね。踊ってる、一応。すげえ、面白い。マジか、凝ってるな。倒さなければ倒さないでみんな踊ってたのか。このラジカセ最強じゃね？そう考えると。これは動かないのか。めっちゃ重なってるな、シール。あーってことはそういうことか。これでお墓の方もって感じかな。ぐるーって回って、まだまだまだ詰めないと。さあ、神経衰弱っぽいこのマップ。君か。敵が出てくるんだね。揃えるのはいいんだけど、一発で倒したいよね。さあ、エクセレント、強いんだよな。まずテレサだね、とりあえずね。おお、スコップ掘り、ナイス。敵のアクション。そして君は？あ、飛んでこないと。あとはジャンプ。で、いけるかな？いけるね。おー、ブディ。あー、動いてるからって感じか。これ、神経衰弱成立したらどうなるんだろうね。ははは。そのポーズで踊るか。ほら、意外とそれ以外は動いてない。あ、いたいた。さあ、ゲット。ということは、月のマークは？お、見たまえ、中に入れそうだ。なるほど。で、多分太陽、あー、間違えたよ。あー、やっぱ敵が出てくるんだね。なるほど。じゃあ、特に気にせず、もう出ても、行っても良さそうだね。見漁るんだよね。ポイ投げでどんくらい削れるかな。26か。おお、いいね。
やー、ボム兵の時と違って結構攻撃してくれるね。濃いんだけど。さあ、これでちょんちょんと。さあ、次次。あ、危ない危ない危ない。コインコインコイン、コインはコインは欲しい。さあ、階段を降りると、すげえな、あのキノピオの数は。とりあえずここ掘れる。さすが。さあ、キノピチュ遺跡、あからさまやもんな。ちなみにスカだったね。ああ、そんなもんか。んじゃ、開け。嫌な感じだったな。あー、スターが出たね。お久しぶり、スターさん。ちょっとね、移動速度が速くなるわけではないんで。よっしゃ、全員撃破。さあ、これで。ま、王冠やったね。掴む。引っ張る。あー、気持ちいい音がする。よし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 。おー、すごいすごい。じゃあ、まずは、外側から。音よ、音。さあ、これで揃ったね。これで顔出しさん40人くらい集まったんじゃないかしら。みんなで踊るところ早く見たいですわ。確かにね。厚みがすごい。この厚みはすごいな。シールならではだね。さあ、戻ろう。さ、揃ったぜー。お、そういうことではない。 DJ に話すか。40人くらいは集まりましたね。これで切ればフロアは最高に盛り上がりますよ。それじゃあ早速踊ってもらいましょう。返し方。ヘイヘイ、それじゃあ行くぜー。 DJ キノピオ with 顔なしフィーチャリングマリオ。みんなでフロアを本当に沸かせてくれ。カモン。さあ、ボス出てきたー。ノリノリー。
ノリノリ穴開けフリークパンチ。確かにパンチはね、音カチカチなるからリズムはいいんだけどね。ちょっとノリノリはいいけど、悪ノリは良くないでさ。あ、そっちね。まさかノリノリのために池のぴよさんを顔なしにしたの？ひどい。いや、その中に、キノピオの顔面が収まってるわけか。あん？最高に活かして俺っちのディスコにケチつけんの？お前たちも所詮神っぺらじゃん。穴開けちゃうぞ。さあ、ボス戦いきますか。パンチね。裏だな。ノリノリだぜ。今夜はオールナイトで踊り明かそうぜ。てか、太陽なんてもうねえから永遠にオールナイトだけどな。あ、それで、太陽なくしたわけね。まずは俺っちの生かしたステップを見な。ヘイワンツー。バサッカン穴開きやがったか。すごい悔しいけど、確かにとても生かしたステップですわ。生かしすぎてフラに穴まで開いちゃいました。こけたらどうする？こけるか。神の手でいけるか、いきなり。ああ、効果が発動しないってわけね。パンチの黄色ボディはとても硬い。しかし、どこかに柔らかい部分がきっとあるはずだ。そうだね。さあ、ちょっとその背中、叩かせてもらおう。ドーン。さあ、敵のアクション。へい、いらっしゃい。俺っちのパンチを受け、わざわざ来てくれちゃったよ。オッケー。おー、そういうこと。マリオの顔がない。キャーマリオさん、アナ。なるほど。近寄るとってことか。2マス目で収めるのがベスト。よく。横行くよね。下行って。行くのはいいのよね。横で、そうか、ちょっとずらしたことによっていろいろ変わったか。こう行って、開けさせて。これで行くか、とりあえず。やっぱそうなるか。まあまあ、ちょっと考え直そう。さあ、ガード成功。多分あの宝箱の中が怪しいんだよね、さっきから。あったー、顔。あれ、何かしら、お面かしら、どことなくマリオさんに似てますわね。ていうか、穴にされたマリオさんのお顔が出てきましたわよ。履いてくれたか、ありがて。そしたらそれをいただく。とりあえず顔面取られながらでも行くか。で、これはキラキーが出るかな。
さあ多少回復。とりあえずキラハンマーで叩こう。さてキナアクション、まあ穴開けされるのはもう覚悟でやってるからね。いて、いやオン取られてるのきついな。で下行きます。でが気になる。多分こうの、いや戻して、とりあえず横からいけるかな。まあやってみよう。近づきすぎなければいいんじゃないかなと思ってるんだけど削れなかった。あ、てかバリオの顔そこに待ったんだ。あー2箇所空いてるマジか。顔を返してもらわないと。で顔を取って右行って、どうせまた食われるしな。抜けていって、で、いや、ダメだね。うん、なんかちょっと狂ったね。ウェイ、ナイスイン。大波上の落とし者に引っかかるなんて、サンキューでーす。逆に穴に落ちる方が、っていう気持ちだな。まあ、とりあえずパーツ取ろう。めんどくさいボスさんですな。あ、ちゃちゃ。とりあえずパーツは取り返すとして、落ちます、曲がります、下がります。の。さ、とりあえずちょっと回復。ちょっと体取られたまんまだけどね。どうしよっかな。で、吐かせると穴も閉じるという感じか。さーて、そろそろ満人で決め技いっとくかと。
満を持してだね、食べてからの、あーで返してくると、貯める、これどっちだろう、神の手かな、やってみるか、神の手とりあえず。さあとりあえず叩いて叩いて、さあ敵のアクションで挟むんかい、めっちゃ取られたな。おお、めっちゃパーツ落ちてる。そしたら、穴に落ちるのよね。まあとりあえず今回は回復することに専念しておいて、さあ次パーツ取って、でもう一パーツ取れそうだね。髪の手あれ正解だったのかな、ちょっと気になったけど。で終わると、さあどうせ挟まれる、でまた貯めると、うん、髪の手ではなく次地震でいってみるか。取ってぐるーって回って行ってみよう。パンチのチャージ攻撃はとても強力、体当たりが強力な体当たり、地面を盛り上げて避難せよ。ああ、じゃあ土神様か。さあ神の力、意外と土神様ね強いよね、ボス戦で。でもダメージはまあ相変わらず低いと。お、まさかそれがお立ち台ってやつか、なかなかやるじゃねえ。あ、そういうことね。お立ち台か、あー、なるほど。それで、ぐるって回って、まず、オンつけます。オンつけたら、いや、ちょっと待った。変に考えたな。オンにします。で、オンにしたら、下がって回っていく。ということは、あ、一緒か。結局、オン取るのに、そうなるよね。で、もう、すぐ使うか。顔面ないけどね。さあ、神の手。ダメージ高いね。お、剥がす。あぶね、何剥がそうとしてんだよ。まだまだもっと踊ろうぜ。でも今のでいけるってわけだね。次はね、いてー、パーツ全部取りやがって。
穴開け。いや、ひっくり返ってないから、それは厳しいとして、でもどうせすぐやられるしな。回収したところでなんだよね。まあ、顔面だけ戻しときたいね。アクションは、どうしてもしないとダメか。ってことは、また、土神様呼んでって繰り返しだね。さあ、もうちょい。ダンシングフォール。あ、下げるってだけ？さあ、溜めてきた。ここで発動したかったね。できればね。はい。もうこれでいいかな。回す気なし。神の力でもう一度ぶつかってもらおう。土神様大活躍だね、ほんとね。さあさあ、ぶつかってこーい。よし、これで OK。 はい、ぐるーっと回ってオンにします。オンにしたら、持ってきて神の手でもう潰すと。さあね、神の手で潰さないとダメだね。さあ、回復、体が元通り。まあ、ある意味ライフが、さあね、マックス値が減るだけでそんなにっていう感じだったね。さあ、叩いちゃるぜー。お、よし、はいだー。はいだら終わりだったか。さあ、クリアボーナス、神の手フィニッシュ、ボスクリアボーナス、で3000コインゲット。なんだよ、せっかくノリノリだったのに、しんみりするじゃねえの。まあ確かに、最後まで派手に行こうぜ、へいへい、カウントダウンよろしく。2、1。で、めっちゃ顔が飛んでいってる。さあ、元通りだね。じゃあ、紙テープも壊しますか。さあ、あとは紙テープですわ。ありがとう、ありがとう。いや、なかなか良かったんだけどな、顔がないのも。すごい。あ、でも上切るんだ。へえ。じゃあ神の手。
あ、やっぱそれはいらない飾り物だったんだね。あら？なんか動いていったね。あ、太陽か、もしかして。おー、光が戻ったー。これで従来の砂漠になったね。お？さらに仕掛けが開いたね。さあ、コングラチュレーション。イエローテープ、クリアですね。で、これでさらに強化されると。さらに膨らんだね。持ち運びができるのはありがたいけどね。わーい、やりました。マリオさん、やりました、私。先生もありがとう。黄色のカムテープ、クリアですわ。マリオさん、助けていただき、本当にありがとうございました。1コイン？待て待て、40人じゃないよね、さすがにね。ギラギラの太陽も元通りになりました。ありがとうございました。私たちは、キノピーサンドリアに帰ります。ありがとうございます。ありがとうございます。それでいい、それでいい、それでいい。マリオさん、オリビアさん、ありがとうございました。キノピアサンドリのホテルで DJ してます。いつでも乗れる。OK。それじゃ、See you! らしいな。らしい挨拶やったな。さあ、キノピアも救出成功と。いうことで。暑いね。眩しいね。わあ、お日様が元通り。とっても明るくて、これで本当に砂漠って感じですわ。あら、先生、何か悩んでるの？そうか、太陽だったのか。マリオくん、オリビアくん、今すぐ太陽の祭壇へ行ってみよう。なんかあるのかな？と、まあ。太陽の祭壇は次回にちょっとしたいと思いますね。今回ここまでにしたいなと思います。いやー、ボス戦面白かったね。キャラが濃いからいいな。お、てか、しれっと汗拭くよね。マリオさん。あ、暑いんだね、やっぱね。はい。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは、また次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。